最初の動力機を操縦するダイガン・ジョン・ロバートソンダイガンはオーストラリアの航空パイオニアでオーストラリアで最初の航空機を作り飛行した人物。ビクトリア州のテラングに生まれた。電気工学をロンドンのフィンズベリ・カレッジで学んで故郷に戻った。1908年から航空の研究を始めグライダーを作った後動力機の実験を始めた。 1910年7月16日、推進式の服用機で7メートルの飛行を行った。1912年に2期目の牽引式の服用機を製作したが、1913年2月に墜落し、大岩は怪我を負った。それ以後飛行機の製作はやめた。その年の11月に看護婦のキャサリン・コーニーと結婚した。 大岩の推進式飛行機1916年3月14日、オーストラリア空軍に入隊し、注意に任じられた。1917年にイギリスに派遣され、大尉に昇進した。フランス戦線に出撃し、ビレスブルトヌーで4機のドイツ機に攻撃された、戦闘の後、十字章を受訓した。何箇所かの負傷をしながら1機を撃墜し、無事生還した。 1919年に退役してメルボルンで技術者に戻った。1928年にヤラワンガニ工場を作った。1941年に空軍に戻り、戦争の終わるまで補給部門で働いた。1960年に最初に飛行した場所の近くに記念碑が建てられた。ありがとうございます。